でまずですすね前回の補足をしますでまず1点目ですが、えー、支配される戦略を順々に削除していくという話をやりましたね前回でそこで、えー、削除する順序例えばどちらのプレイヤーから削除していくかとか また複数削除できる場合どういう順番で削除するかとかそういうのは最終的な結果に影響がないという話をしてきますね。それは前の場合ジャス的供給ゲームやりましたね公共財のジャス的供給ゲーム。 でそこで、A、プレイヤー B の戦略を削除して A を削除してとやったんですが別にそういう順番でやる必要はなくて A からやって B からやってとそうやってどちらのプレイヤーの戦略から削除しても最終的に残る戦略は変わりませんし同じ A さんの戦略消すにしてもどういう順番で消しても最終的に残る結果は変わらないのでまあそれは気にしなくていいですよという補足からやっていきましょう。 でそ,のえー、それが変わらないということを前回やった、えー、自発的供給ゲームの利得票を使って確認してみましょう。で前回の利得票これですね、えー、ストーリーとしては2、えー、人の国民が住んでる島があってで、えー、そこをまあ兵隊さんが守ると、まあ、海賊が攻めてくるでも何でもいいですが、まあ、その国民の安全を 守るために兵隊を雇うよと。で、自発的供給というのはそれぞれが自分が雇いたいという人に賃金を払って雇うよと雇いたい人数をねで自分が雇った人に対しては自分が人件費101人当たり10を払わなきゃいけないよというルールでした。 で、そうしたときに、えー、利得標高になりますよというのを書きましたね。これどうやって消したかというと、前回はまず、B さんの戦略に着目しましょう。で、B さんは、この0人を選ぶと、得られる利得は、A さんの行動に応じて変わってくるんだけど、まあ、この値がで、えー、得られますよと。で、これは、 もしも A さんが0人だった場合には00人だったら0自分が1人だったらマイナス2自分が2人だったらマイナス6というようにして、まあ、こうだんだん下がっていきますのでこれがベストですよね。でもしも別の人が1人だった場合も同じく0人が一番小さい8 4 と、まあ、こう見ると8人が一番いいですよと。でこれが相手が何人であろうが常に B さんは0を選ぶのが一番利得が高いですよという話しましたね。だから B さんは賢い B さんは0以外を選びませんよと。だからこれはもう考えないですよと。 で、その結果が次のスライドですね。まず B が1人以上雇う場合には、それは決して得にならないので、0人を選ぶんですよ、と。で、B は0人選ぶ。合理的だから0人選ぶし、A さんは、B さんが0人を選ぶ、選べるほど賢いということを知ってるわけですね。だから、相手 B さんは、 こっち選んでこないだろうというのを A さんも気づくわけですねだから A さんはもう相手は0人で来るのはもう分かった B さんが0人選ぶのは分かったとじゃあ0人に対して自分はどれを選ぶだろうと言ってで、えー、8が一番でかいですよとただ他は選ばないよということで A さんが2人 B さんが0人が実現するよという話でしたね で、この手順だけども、えー、前回は、まず、国民 B の支配される戦略を削除してから、それは何かというと、これね、え一、ー、人以上雇うよと。これは、支配されるから0人、B さんが0人選ぶのから、支配されるから選ばないよとやってから、削除してから、 国民 A はそれに対してどう行動するかを考えたと。こういう順番でしたね。ですから別に順番はこうである必要はなくて国民 A に着目して支配される戦略ないかなというのを見てであったら A さんの戦略を削除してという順番からでもいいんですよと結果は変わんないですよという話をしてきます。 でこれはこの、えー、公共財の自圧的供給ゲームに限らずどんなゲームでも同じで、えー、消す順序は気にしないでいいですよと、まあ、これ A さんが支、ね、配される戦略ないんだったら、まあ、A さんからやりようがないんだけどここで A さん着目してみますね A さん2人選んだら相手が0人だったら8相手が1人だったら16と、まあ、こういう理と変えられるんですよねでこれを もしも自分が3人にしたらもう1人増やしたらどうなるかと見ると全部こう3人が負けてますよね2人が勝ってますよね勝ち負けちゃう自分の戦略の間で対決させてるのねだから A さんは相手が何こようが3人より2人のほうがいいなとと言ってもいいし、まあ、3人の方が絶対損だなとだから3人俺は選ぶわけないだろうと ということでまず A さん3人を消してもいいんですね B さんを消す前にねで同じように2人のケースと4人のケースを比べよう2人と4人比べると相手が0人だったら8対2で2人の勝ちと相手が1人だったら16対6で2人の勝ちということでこれもやっぱりですね常にこうこういう等号になって 4人は負けちゃうんです、ね、だから4人やって得になることはないと絶対2の方が得なんでじゃあ俺は4人も選ばんよということで同じようにしてこれ全部こう消せるんですねですから A さんからスタートした場合はこの3人以上を消すことができるんですねそれは支配されるので相手がどの戦略を選ぼうか2人の方が得なんで。 それららは人人から6人選ぶわけないいんんででですすよととうことで消せるんですねただ一方でですね、えー、と2人と1人比べるとまあそれは相手の状況次第なんですね。まあ相手0人やったらこうだけど1人だとこうなるんでこの場合どっちが支配するという関係ないので、まあ、1人とか0人は消せないんですね。ということでとにかく3人以降は2人に負けるのでまず A さんからやることもできますよと。 まず A の支配される戦略を削除してからじゃ次 B 行こうということをやってみると、まあ、最終的に結果同じなんだけどそれを確認しようという話ですねで今見たいようにまず国民 A は3人以上を雇いませんよとだから消しましたとでこれで A さんもこれ以上消せないですねでここで B さんは考えるんですね A さんは賢いぞと。そして A さんの利得を見ると相手は3人以上を雇うことはないなとだから俺が選ぶべきはこの012に対して相手 A さんの012に対して何がベストかを考えるんですよとでどうするかっていうと結局0人が一番得なんて0に選ぶんだけど これの場合変わんないんだけどね、あの全部対象に考えてどれがいいか考えたら0になるしまあ0から2人相手が来るというふうに絞り込んでからでも結局0になるので、えー、変わらないんだけど、まあ、とにかく、えー、こうやって見ると0からごめんなさい1人以上は B は選びませんよということになるんですね。 はい、でこれで消しましたよと。で最後 A さんですね。でちょっとねここでこの手続きあるとね3段階目の推論が入っちゃうんだけど、まあ、ち,ょちょっと分かんなかったらまあそれは別に構わないです。こう考えるんですね A さんは「俺は賢いぞ」と「3人以上消せるぞと」とそして B さんは「俺が賢いことを知ってるぞ」と。 だから俺が3人から6人を消すことは相手に気づかれてるよねと。でそれに気づいた B は「あいつは賢いから0人以上を消すだろう」と。ということでじゃあ俺はここに着目するぞってなるんだけどちょっとだから多段階の推論になっちゃうんですね。A さんは俺が賢いことが B に気づかれてるってことを知ってるからここに着目できるんですね。 という多段階の推論が、えー、難しいんだけど、まあ、分かんなかったらもこう機械的に解くっていうんでもまあ構いませんのでということでまあこれは消して最後この中で次 A の番ね B はこれ消してよと次 A の番じゃあ俺はどれがいいかなということでこれダメだとでおしまいですねで結果同じですよねさっきと。 多段階の推論できるって書だとどういう順番で決しても同じだよっていう話ですね。今日新しくやることをしましょう。で今日はですね前回やったことをまず前半は、えー、違う数値例でやってみようというのをやります。でえー、支配される戦略の蓄、えー、次消去というやり方の別のゲームでの例ですね。でこれはホテリングの リッチゲームというものをやってみますでホテリングっていうのはこれ人の名前ですね。でこのゲームで支配される戦略を逐次に消していくと最終的に結果が1つになるですねこのゲームの場合には。ただねこれ逐次消去やってもね最後1個にならないケースもあるんだけど今やってる例今日やってる例とか前回やった例は1個に残る例ね。残、えー、残らない一個残らなないでいいい個でっぱい 消せないで残っちゃう,というもあってでまあそっちの方が普通なんだけどそういう場合にはどうするかっていうのは次回やることにして前回の「高級財・高級ゲーム」とか今日やるゲームは1個に残るからその結果にはどんな特徴があるかというのを見てみようというのをやってみます。で最後、えー、それと関連した概念でナッシュ均衡ということについて学んでその1個だけ残る場合には それがナッシュ均衡という状態になっているんですよと戦略の組になっているんですよという話を説明します。でまず最初やるのはホテリングのリッチゲームというこれからやってみましょう。でどんな話かというと東西に広がる浜辺がありますよと。でまあ、先に絵を見た方がいいかな、こういうイメージね。ほんで 東足から西足まで浜辺なんですねこれはそれで2人のプレイヤー A さんと B さんがいますよとでアイス屋さんを出店するかを同時に決めるんですね浜辺でまあアイスクリーンーでも何でもいいんだけど、まあ、よくアイスクリーンのねこう出店みたいなの出してますよねでどこに店出すかとでえー、っとねまあよくある例ではこれがねどこでも選べるよっていうねこの戦場 っていうケースなんだけどそれだとちょっと利得票を書けないんで、えー、こう5箇所にしましょう西足やや西中心いやいや東東足とでこの5地点のどこかに出展できるとしましょうそんで、えー、どこに出すかを同時に決めると、まあ、ちょっと同時に本当に決めるのかという話はまあとで、まあ、議論の余地があるんだけど、まあ、同時に決めるとしましょうで浜辺の5地点には 海水浴客が各2人いると。まあ別に20人でもね、100人でもいいんだけど、1人でもいいんだけど、ちょっとね、0.5人とか出てきちゃうんでね、1人だと。2人だときれいにリートかけるんでね、2人にしましょう。各地点に2人の客がいて、で、この客がアイス買いに来るんですね。で、この客、まあ10人いんだけど、どこの、 A さんが出した店、B さんが出した店、どちらで買うかっていうと、えー、近い方に出店された店でアイスを買うとしましょう。でえー、もしもね、2人、この浜辺の地点から出店された場所まで距離が等しかったら A さんと B さんでね、まあ、ちょうど2人いるんでね、1人は A さん、1人は B さんのところへ行くとしましょう。で、ここで A さん、B さん考えるんですね、えー、この地点、どこに出店しようかというのを考えると。 いいわけですね。どうすればいいですかねちょっと考えてみてください A さんと B さん、まあ、自分がどっちの立場でもいいんだけどどこに店出そうか1線を背で出す場所決めるんだね A さん B さんでで自分に近い方の客は総取りできるとなんとなく思いつくのはこんなケースでしょうねこれなんか非常にいい感じですね効率的ですよね A さんはやや西で B さんがやや東のところに出店する、まあ、これは逆でもいいんだけどねとにかくやや西に1点やや東に1点出店するとでこれ何がいいかっていうとお客さんが便利だよねこれこの2人は A さんのところで買うねでもう距離なしと目の前の店で買うとこの人は B さんのところで買うとでこの2人はちょっと歩かなきゃいけないけど、まあ、1個歩くだけでいいとこの2人もね でこの人は遠距離なんで一人ずつこう行くことにしましょうか。ということでそれぞれ5人来客できてそれで、えー、移動距離の合計が最初になるわけですね。ただまあなんかこんな感じで出店してくれたらお客さん嬉しいですよね。ですがこれまさにゲーム論的状況ですよね。本当にそれぞれが戦略的に考えて。 そんなことが起こるんでしょうかというのを考えていきましょうでここで支配される戦略を消していくというのをやっていきましょうでですねこれ A さんにとっては西端とやや西どっちがいいかなと考えるんですね A さん出点ど,どっちがいいかなと A さんねで もしも B がここに出店したら西橋だったらどっちがいいかなともしも B さんがこの辺出店したらやや西に出店したらどっちがいいかなともしも B さんが中心に出店したらどっちがいいかなとこうやって比べていくんですね。でそれでもしも B さんがどこに出店しようが関係なく西橋よりやや西の方が客いっぱい取れるってなったら西橋は支配されてますよねだからそれれは選ばれないんですね。というのをやってみよう。 で実際そうなんだけどそれを確認するとで A は西足とやや西どっちにしようかなと考えるとで A にとって西足は中心にちょっと近づいたやや西に支配されるんですねつまり西足選ぶよりもやや西の方が B がどこに出展しようが常により多くの客を獲得できるんですね これねつまり B がどの地点に出店しようが西足の集客数よりも A や西の集客数の方が多くなるよとでこれ確認してみましょうかでまずえっ、ー、とねこれやるのはこれこっちがね、えー、この真ん中からこれは西足選んだ場合ね A が西足とでこっちがね A がやや西 で何をやるかっていうともしも B が西足に店を出した場合には私 A は西足に店出すのとやや西に出すのどっちがいいかなと比較するんですねで客数を比較するとでこれを B の戦略をいろいろ変えてみるんですね B が西足だった場合にはどっちがいいかなとこれ対これで比較するんですね VS んですね でもしも B がやや西だったらじゃあ同じく西足とやや西どっちがいいかなとこれ比較すると B がもしも中心に出店したら西足とやや西どっちがいいかなと B がやや東だったらどっちがいいかなと B が東端だったらどっちがいいかなというようにして B の戦略を変えてでどっちがいいかなというのをこう比較していくんですね。で全部で やや西が西足に勝っちゃったらこっち絶対選ばないよねとそれが支配される戦略を削除するってことですよね。でちょっとね先に利得票はまあこれそうやって計算してやったんだけどこれ何やってるかっていうとこの A さんの視点場所西足とやや西どっちがいいかなというので比べてんですね。で B が西足だった場合には私は西足とやや西どっちがいいかなと。 西だったらどっちがいいかんなってこれをねやってんですねそんでここの比較が一つ目のスライドねこれ二つ目のスライド三つ目四つ目五つ目のスライドで比較してるんだね客数をで実際確認してみようまず B が西足だった場合には A 私 A は 西橋とやや西かどっちがいいかなとでまず上いきますね西橋選んだ場合そうするとちょっとねこれ横で並んじゃってるけど A さんと B さん同じ地点ね同じ地点の場合には距離が等しいから半々ずつ客が来るって設定でしたよねだから55というわけですね各地点の2人は1人だけ自分が獲得できるんですねということで5人の客入りましたと だけどここで家はこんなこと考えますよねちょっと東側に出してみようとそうしたらこの真ん中からこっち全部客取れるじゃねえかと自分の方が近くなるからなりますよねで実際このやや西に店出すとここは自分が一番近いよねであとはもう全部 B さん行く前に自分の店来てくれるよねでこれ全部客取れると。 ということで8人の客が得られますよね。ということで相手が西足に出店した場合には自分も同じところに出店するよりもちょっと真ん中に移動して自分が出したところから右側の客全部重なっていくとそういうのが飛べですよね。でそれで5と8だよね西足だと5やや西だと8だよねって書いてるのが。 表の,の5と8この比較なんですねで A さんは自分の戦略を選ぶときに B さんは無視してますよ、えー、の自分の利得どっちがいいかを比べるとで西足に同じく西足にやったら同じ距離なんで55になっちゃうんだけどいや西に出しとけばそっから東が全部客取れるから儲かるよねとならこっちの方が得なのねこのまず相手が西足だった場合はねそれを今確認したのこのスライドでね でちなみにねもう利得を分かるところ埋めちゃおうあの2人が同じ場所に出店したら客を分け合うんですよね距離同じだからだからやや西やや西も55だし両中心でも55だしということでこの対角線上を全部55ねこれは分かりますよねえ同じところに出店したらハームズスキャクを取り合うんでっていうのでまあここはもう分かると言うんですがついでに埋めちゃったけどまあまた戻りましょうかさて 同じく続き、西橋とやや西どっちがいいかを比べよう。相手がやや西に、B がやや西に出した場合にはどっちがいいだろうというのを比べるのが次のスライドです。これですね。で、B はやや西に店を出しました。自分は西橋に店出すのと、やや西に出すのどっちがいいでしょうかと。で、西橋に出したら、 えと自分のところの客2人は取れるんだけどこのやや西から右側は全部取られちゃうよねでこれさっきのまあこっちとこの下側と逆の立場になった感じねこれと A と逆の立場になった感じ、ねこれとえー、とですんで2人しか客取れないと一方やや中心に寄せてやや西に移動した場合には同じ2人が同じ地点にいるんで半々の客になるんで 5を取れますよということで相手 B がやや西に店を出した場合には西足の2よりもやや西の5の方がいいよねと言ってるのが2と5と五ですね。で今度3つ目 B が中心に店を出してきた場合には西足とやや西どっちがいいでしょうかとでそうすると。 西足に出すと自分のところは客取れるんだけどここの2人は距離同じなんで A と B ね半々ずつ取れるんですね。でそこから右が全部 B に取られちゃうんで3人だけ自分の店に来てくれますよと。一方で自分はもうちょい真ん中に寄せてやや西の部分にするとそうすると、まあ、ここで分け合って。 4人の客を獲得できるんでやっぱり西端よりもやや西に出した方がいいですよね3対4と3対4と相手が中心にきたらと。で今度はこれですね相手がやや東に出した場合には西端に出すとここが境目になって4人客が取れるよと。 で、えー、やや西にするとここは境目になって5人取れるよということでこれでもやっぱりやや西にやった方がいいよと4対5ですねそれがここで最後相手が東足にやった場合には西足にやったら真ん中境目になるんで5人取れて。 やや西にあったら境目になるんで6人の客を取れると。だから5対6でやっぱりやや西がいいよと。こね。ということでこの2つ比べてみました自分が西足とやや西どっちがいいんだろうかと。でて見ると相手が B さんがどこに店を出してこようが。 中心にやや寄せたやや西の方が得なんですね。ですから A さんは決して西足に店は出しませんということで消せるんですね。でこの結果だけどこれじゃあ今度自分は A さんね出店場所この2つ比較したんだけど西足とやや西ねこの2つも比べてみよう。 どっちがいいんだろうかとでこれもですねえー、っとこの直線こう左右ひっくり返せば同じ理屈になりますよね。大事なのはやや真ん中に寄せると客を取れるよってことなのねそっちの方が多く取れるよと。ということでここから分かるのは直線の投をひっくり返しても理屈は同じなんで理屈は同じだから。 一点東に行った方がいいよってことじゃなくてね中心に移るってことですよね。ってことで A にとって東端というのは1つ中心に近づいたやや東に支配されるんですね。つまりねこう,こういうことねこうやや真ん中に店を寄せて出す方が。 客が多く集まりますよということになりますよね。ということで A さんは端っこを消すとことができるんですね。ですからこれやや中心とやや西だったらこれ場合によるのね。っていうのもこれど真ん中がいいかっていうとまあど真ん中いいケースもあるんだけどそうじゃないケースもあるの見ますよこれこの2つ比べると相手が西足でやった場合にはこのケースね。 で今みたいなねこ,これが左にしね中心に移動しちゃうとねこれよくないの分かりますかね今ここにいるからここ境目にしてここから右全部取れるのねでもうちょっと東移動しちゃったらここは相変わらず取れるんだけどここ半々になっちゃいますよねこれ真ん中が距離等しくなっちゃうんで。ということでもし B が西足に出した場合には自分は ほんのちょっとだけ右に行けばいいんですね。ということで、えー、中心に行ったら行き過ぎなわけですね。で、より分かりやすいのはもうこう5個じゃなくて、もっとこう連続的に選べるとしましょうか。直線上。こう直線上を選べると。で、例えばね、この辺、この辺 B 出したら、どこに A を見せ出すと客いっぱい取れますかね。ほんのわずか横に出すんですよね、こう A。 そうするとこっから右全部取れますよね。ということでえー、っと相手の戦略によっては中心がいいと限らないのね。それよりも相手よりちょっとだけ右に行くと。ということでこの2つ何が言いたいかっていうとこの2つは削除できるんだけどこのやや西と中心がどっちがいいかっていうのは相手の戦略次第ね。相手が端っこできたらそれよりちょっとだけ中心にやった方がよくて中心まで行っちゃうと行き過ぎだよって話ね。 でこれで A は削除できましたよと。でここで B は、まあ、どう考えるかというと B は賢いだけじゃなくて A が賢いことも知ってるんですよね。だからこの利得票を見て B はね、えー、あ合理的な A は、えー、西足と東足選んだら損だなと。だからあいつ賢いからあんなところに店出さないなと気づくんですね。 だから B はどう行動すると考えるかというと B は相手は西端と東端を選ばないからこの3つの中のどれか選ぶだろうとだからこの3つに対して俺はどれ選ぶべきかなって考えるんですねでどうなりますかねはいでどうするかというと B はこの相手は この3つしか選ばないぞと。それに対して戦略どれがどれを支配するかって比べるんですね例えばこれとこれ比べて厚手に中心の方が得だなとかねあとこれとこれを比べて厚手に中心の方が得だなといや違う比べるんですね西足東足はねダメなのはこれ B さんも同じなのねだからこれも消せるわけですよね全く、まあ、同じロジック B と A が逆になれば相手がどう雇ようが西足 東足いうのはそうになりますよねで。中心とかやや西に出すとか得になりますんでこれだけ消せるんですね。ということで B も両端を選ばないしじゃあ B はこの3つでどれ選ぶかを考えるんですね。でこれ比べてみようか。でどうするかというと。 相手がやや西を選んだ場合と相手が中心を選んだ場合と相手がやや東を選んだ場合の3パターンこの3つしか相手取らないからねでそれに対してやや西と真ん中どっちがいいんだろうかというのをそれぞれ比べてるのね利得これねそれぞれ比べてますよと。ということでこれやってみようか。まず いやいや西と真ん中どっちがいいかを比べる何やってるかというともうこれはもう消せたものとしてこれとこれ比較してんだね5と6を比較して4と5を比較して5と6を比較して全部中心の方がいいからこれは支配されて消えるよってことをやりたいんだけどえまずですね相手が西を選んだ場合いや,いやいや西か。 自分が同じ場所にあったら同じ距離で済んで5 5ですよと半分脚得られるんだけどちょっと中心に寄せたら2人の境目がここになるので6になりますよねと。ということでこのケースよりもこっち行ったいが得なんですね。ということで利得はやや西よりも中心の方がいいですよと相手がやや西の場合にはね。でこれで確認できたのは6と5を比較したと。 で相手が中心だった場合どうなるかには平野西と中央だと中央だと同じ場所なんで5五で分けるんだけど平野西中心から端っこに移動しちゃうと境目がここになっちゃうので4に客が減っちゃうんですね。ということで4対5で4対5でやっぱり中心がいいですよと。 で最後相手がやや東だった場合にはどっちがいいですかと。で今やや西だと高境目になっちゃうので半分の客なんだけど真ん中に寄せると6交境目になるんで6の客やられますよね。ということで中心によると儲かるんですよということになりますよね。ということでこの やや西と中心を比較すると中心の方がでかいのでやや西は消えるんですね。やや東も消えると。ということで B は中心に出展します。でここですねなんでこのやや西と中心で中心が勝つのかというと確かにですねこれ西端相手が西端を選んだ場合には中心よりもやや西の方がいいんですね。こういういねこう相手が A が西足を選ぶんだったら中心出すよりも相手よりちょっと中心に出して客を得る方が得なんでまあさっきそういう話しましたがやや相手よりも真ん中に出した方が得なんですね。でも B は相手は西足に合理的だから出さないだろうということで相手が西足を選ぶっていうのはないって思うわけですよね。もしも相手が西足に出さないんだったら。 もう端っこと真ん中だったらやや西と真ん中だったら必ず真ん中が勝つんですよね。やや西が勝つのは相手が端っこに出す場合だけでもそれは A は絶対選ばないからその可能性考えなくて済むからこう繰り返し削除によってやや西よりも中心が勝てるんですね。という理屈ですね最初は消せなかったやや西をなぜ消せるかっていうと相手が端っこを選ばないというのは分かるから合理的な相手は端っこを選ばないって分かるから。 その可能性唯一はやや西が勝てるケースをが起こらないから中心が勝てるんですよって,言って,こうやって消せるんですねそれを書いてるのがここです、ね、A が西足を選ぶ場合にのみそれよりもちょっと中心に出すとリトカ上がるから中央よりもやや西が B にとって得になるんだけれども合理的な A っていうのは端っこは選ばないっていうのはやりましたよね。 でそれを B は知ってるから AI にし得することあるんだけどそんな得する事態っていうのは起こらないっていうのは分かってるからこれを捨てて中央を選ぶことができるんですね。というのがこの中央のところで言ってることです。ということで最後こうなって B は中央を選びますよと。で最後今度は A ね A の戦略どうするかっていうと相手が中央を選びましたよと。 どっちがいいですかこっちとこっちと。でやっぱりですねこれ A は中央の方がいいんですねこれよりもこっちの方が高くなるとこっちよりもこっちの方が高くなるということで結局相手が中心にできた場合には自分も中心にいくのが得なんですよということで、まあ、これこう比較してるのねこうなってならこれ削除ということで結果出ましたと55が実現しますよね。 でこれ望ましい結果ですか、ねまあこの利得の中にあのお客さんがどれくらい嬉しいかとか入ってないんだけど、まあ、理屈で考えれば分かりますよねこの一番望ましかったのはこのケースですよね。ちょうど、えー、2人でうまく分け合うようにこうやや西とやや東に店を出してでそうするとこの浜辺の人は移動距離が少なくて済みますよね。 ですが、それ、やったら、これでストップしないんですよね。この人はですね、だったら中心に出して、ここからここに境目にしてやろうと。やって、こう、お互い思うんですよね。で、じゃあ俺もそうしようと。なって、これ両方とも中心に見せ出しちゃうんですよね。で、その結果、このケースと比べると、A さん、B さんに来る客同じですよね。5号で。同じですよね。なのに、 客は不便になりましたよね移動がこのさっきはねこう2つ分移動する人なんていなかったのにねみんな少なくとも一歩で一歩1つ分で行けたのに2個離れなきゃいけなくなってくることがあるということですね。というのがこのホテリンガさんという方が例に出したお話でで現実の例としてはなぜ ガソリンスタンドは隣同士にあるんだろうとかねあげられる例がありますがでこれただまあこれ実際に企業間の競争にそのまま使えるかっていうとちょっとそれは微妙でして、えー、例えば企業間の現実の競争では立地、まあ、だけじゃなくてまあほかにこんな特徴があるんで、まあ、そのまま応用するっていうのはちょっとまあ気をつけなきゃいけないけどもまあ意味するところあるよねという話ですね。はは何かというと企業はこの場合には お客さんは近い方に移動するという感じでしたよね。価格は同じだと考えていいですよね。角が,がちょっと高ければ遠くても安い方に行こうとか思いますよね。ですが単純に距離で行く場所を決めてるんで、えー、シンプルなんだけど、えー、現実には価格競争も行われていますよという話ですね。だからその要素も現実に応用するには考えなきゃいけないと。他にですねこれ同時手番でしたよね。 でこの2人は相手の手を見ずに一斉のせいで出店地を決めるんだけど、まあ、現実の出店ってそんな感じじゃないですよね。加藤が見せ出して対抗企業がどこに見せ出すかを決めるという順序が多いでしょうねで。また企業っていうのはこの場合には2人でしたよね。ですが3人いる場合にはどうなるかっていう話はまた別の問題ですよね。で他に企業の戦略。 まあこれの場合出店どこに出店するかっていう戦略なんだけど、まあ、それは一次元のどこに置くかじゃなくて、もうちょっと二次元だったり、ねえー、しますよね。まあ、場所であっても二次元だろうし、えー、まあお菓子であってもね、甘さとカロリーで勝負とかね、まあそう、何次元かありますよね。美味しさで勝負とかね、健康で勝負とか。でそういう意味で、えー、っと、まあ、そのまま使えると限らないんだけど、まあ、意味するところは、示唆するところはありますよね、このリッチゲームっていうのは。 でまあ、どういうことかっていうと、まあ、現実の立地の例もあればこう選挙の例でもあります。で例えばですねこれ、えー、選挙で当選一人との選挙があって二人立候補しましたよとでどういう政策を出すと当選しやすいかと考えるんですね。そうすると例えばねこう左 まあこう政策の種類がねこう一次元で書けるんだったらでこの戦場に均等にこう有権者がいるんだとしたらで有権者はなるべく自分の意見に近い人に投票すると考えられますよねでその時こんなことこんな主張する人がいたらどうなりますかねこのすごい右に近い主張する人がいたとこれ候補者 A としますよ。 こんな候補者がいたら、B さんどうやったら選挙を勝てますかね。A よりもちょっと真ん中に近い政策出しちゃいいよね。そしたら、ここから左の人全部。投票できますね。投票してもらいますよね。だから、これ相手よりもちょっと真ん中にあれば、あの。投票できますので、最終的にどうなるかというと、二人とも。無難な政策を二人いって、大して変わり映えのない政策を出して。 でえーまあ、選挙に臨むということが起こりますよねというのがまあよく使われる例でそれもこの出展ゲームで予測することができるんですね、まあ、こうなるだろうとなぜこう同じような政策になるのかというとこういうところが背後にあるだけど、まあ、実際には、ね、この、えー、と政策というのは一次元じゃないしねあとは、この立候補者2人以上いるかもしれないですよね。 で価格競争はちょっと微妙だけど、まあ、相手の手を見て自分の政策を変えるとかありますよね。ということになるんで、まあ、そのまま当てはまるとは限らないんだけど、まあ、ですが、まあ、似たようになる一つの理由になっている可能性ありますよね。他にですね、えー、テレビ局民放のテレビ局考えましょうかで少しでも高い視聴率を獲得したいと競争してるわけですよね。 でそんな人たちっていうのはどういう、例えばニュース番組にするにして、どういうニュースを取り上げてどういう順番で報道するかと。で、それはですね、それぞれが自分、えー、ごめんなさい、それぞれが客の一番平均的な好みに合わせてニュースを選んで、その順番に放送するでしょうね。で、これ望ましいと限らないですよね。さっきの一番最初の立地のケースみたいに、一番いいのは2人が同じような ニュースを言うことじゃなくてそれぞれがね、えー、こんな感じでねじゃあうちはこんな取り上げ方しますよとうちの局はこんな取り上げ方しますよということで,で意見がこっち側に近い人はこっちのテレビ見て意見がこっちに近い人はこのテレビ見てってやればそれぞれがまあこちらスポーツでこっちは政治とかねまあそんな感じでもいいし。 あとはまた同じくね選挙と同じで保守とリベ,ルリベラルみたいなね右と左みたいな感じでもいいしだけど結局それやってるとこの辺のニュースやってるとライバルクがちょっとこっち右側に寄せてで客取っちゃったりするかもしれないですよねでそうすると結局2人とも2局とも同じようなニュース番組になっちゃうよとまあそういう可能性があるわけです。 それにまあ食べ物でも何でも同じでまあみんな同じような味のラーメン出すとかカレー出すとかねみんなの好みに合ったドリンクだったら今だったらなんだろうみんなタピオカ屋さんにやるとかなのかなですが本当はもういろんな種類のドリンクあった方がいいですよねということでまあコンビニの商品とかもそうかなということでまあ大体似たりよったりになっちゃうんですねこのシェアを 少しでも獲得しようとしたらねという話でしたで今日はまあここでナッシュ金衡という蓄字消去の話も関連するし、えー、支配金を最初にやった囚人のジレンマみたいなねそういう話にも関係するナッシュ金衡という概念について説明しましょうで、えー、ゲームでは、えー、どんな結果が起こるかというのを予測したいんですよねこうゲームマトリックスがあったら で起,こり起こりやすそうな結果っていうのはどんな感じになるだろうかとどんな結果だったら起こりやすいしどんな結果だったら起こりにくいだろうかというのを考えるとこのナッシュ均衡という戦略の組 A さんはこの戦略 B さんはこの戦略という組は、まあ、こんなナッシュ均衡というものだったら起こりやすいと言えるよねというのがこのナッシュ均衡という考えで。 さっきはですね、えー、繰り返しこ作削除したらこれが起こるよねって話したんだけれども、まあそれと関連する話ですね。こういう戦略の組みだったら起こりやすいよねというのがナッシュ均衡というものです。で、ナッシュというのは人の名前ですね。で、これは何かというと、じゃあこういうゲームで何が起こりやすいかというと考えるかというと、他人、このタッチっていうのはね、3人以上のゲーム考えてるのね。えー、だからもう2人の場合、ちょっとこれ無視して、 他人が選ぶ戦略に対して。自分の利得が最も高くなる戦略。ちょっとね、このの人たちと、むしろか、戦略を選んでいるときに。それをお互いこうやってるんですよね。それをナッシュ均衡と言いますよと。で、これで、やっとがわかりやすいですね。二人で、A. さん、B. さん。からなる、がプレイヤーであるゲームのナッシュ均衡を考えてみましょう。 A さんがこの small a を選んで B さんが small b を選ぶとこれは次に述べるような条件を満たしている時にこの a、b という戦略の組み合わせはナッシュ均衡と言いますそれは何かっていうとお互い相手の点に対してベストな戦略を選んでるってことねでつまり、a、B が選ぶ戦略 B に対して A は最も得する戦略を取っていると 相手が B を取った場合にはじゃあ俺はこの A を取るのが一番得ですよと利得が高いですよとまた A の戦略この smallA に対してはじゃあ俺はこう B を取るのがベストですよというようにしてお互い相手の手に対していい手を取り合ってる状況これをナッシュ均衡と言いますでこれの一つってこれ何かっていうとまあ1位タイでもいいですよということね A b に対して、small b に対して、a と a' プライム両方とも同じ利得かもしれないんだけど、まあ、それでもね、こう、1位のを選んでればいいってことね。いうのが、の一つっていう意味です。だし、これを3人とかに拡張すると、a さん、b さん、c さんで考えると、 A さんの戦略、まあ、ABC とか言ってみようかな。A さんの戦略、B さんの C 戦略、C さんの戦略と。A さんは、この BC に対して最も得になるような行動をとっているし、B さんは、この AC の組に対してベストな手をとってるし、C さんは、AB の組に対してベストな手をとってると。まあ、これ、 こががナッシュを、ね、同じよように考えることができますよね他人たちって言ったらね自分以外3人のゲームの前に自分以外に2人いますからその2人自分以外の2人の戦略の組に対して例えば ABC だったら A さんから見れば他人 BC の組に対して最も得になるのはこれですよというのをお互いに選び合ってる状態をナッシュ金庫といいんですよということですねこのカッコとかで。 言ってるので戦略の一つって言ったのは、まあ、1位タイで OK ですよってことねでちょっとねこの条件だけだと分かりにくいので実際に確認してみようかで囚人のジレンマゲームというのを、えー、考えましょう考えるというかもうやってやつですよねでこれ協力と裏切りがあってで支配戦略金庫はこの22になるって話しましたよね相手が何を選ぼうが裏切ろうが得 A さんは B さんも裏切ろうが得だから 結局両者を裏切ってこれが起こるって話したんだけどでこのゲームにおいてはこの22というこの結果見てみよう A さんが裏切り B さんが裏切りとこれがナッシュ均衡かというのを確認していますねでこれどう確認するかというと A さんはあごめんなさい B さんからかなこっち B でいこうか A さんが裏切った場合らこっち選んだ場合と。 B にとって最も得なのは裏切りになってますかとこの A さんが裏切った場合これに対してベストな B の手は裏切りになってますかというのを確認してみようで A さんが裏切った場合に B さんは自分が協力したら1裏切ったら2ですよねですから確かに裏切りの方が利得高いので裏切りますよね A の裏切りに対しては B の裏切りが得ですよと。 また B の裏切りに対して A さんは協力と裏切りどっちが得ですか B の裏切りに対してベストな反応は協力したら1裏切ったら2ですから裏切りの方がいいですよね。ということでそれぞれ A も B も相手の手に対して。 利得が最も高くなるような行動をお互い取り合ってますよねだからこの2-2という結果ナッシュ均衡になりますですがこの協力協力はこれナッシュ均衡じゃないんですよねなぜなら相手が協力した場合 B が協力してきた場合 A さんは協力よりも裏切った方が得ですよね ってことは協力協力というのは協力に対してベストな手を取ってないんですね協力しちゃったら自分はってことはこれなし健康じゃないんですね協力協力はでここもなし健康じゃないですね協力裏切り協力もね A さんは裏切りというベストな手を取ってんだけど相手の協力に対して B さんは相手を裏切った場合には自分は協力することじゃなくて裏切ろうが得ですよね ということで、えー、このゲームにおいては裏切り裏切りがなし均衡なんですねこの B の裏切りに対しては A は裏切りのが得だしその A の裏切りに対しては B は裏切りが得だということで裏切り裏切りがなし均衡なんですねそうじゃない場合にはなし均衡じゃないと他の3つのセルはねで今度公共財の自発的供給ゲームを見ていきましょう でこのケースの場合にはもう答え言うとナッシュ均衡というのはどれかというとこれです20ですで確認してみようかナッシュ均衡というのは何かというと20がナッシュ均衡っていうのは B が1人も雇わなかった時に A にとって得になるのは2になってますかとでこれ比べるんですね0に対しては一番利得高いのは8ですよねだからちゃんと2が一番得になっていると CA が2を選んだら B にとって一番得なのは0になってますかとこう比べるんですね1480とこう比べてってやっぱり0ですよね。ということでこの20とこれなし健康ね B さんの0に対しては A の2はベストな対応だし A さんの2に対しては B さんの0はベストな対応でお互いベストな手を取り合ってるんですね。 だからこれはナッシュ均衡ですよとでそれがいてあるのはこれね A が 2B が0はナッシュ均衡ですかというと国民 A が兵隊2人を雇う場合つまり戦略2を選んだ場合には B に対して最も,っともっと得するのは0人の時でしたよね。で国民が0人を雇う場合にはそれに対してベストなのは2人雇う時でしたよね。ということでこれはナッシュ均衡。 になります2・0というのがね A が 2B が0とで別のゲームいきましょうさっきやったリッチゲームいきましょうでこのゲームのなし金庫は両者が中心に店を出すというものですで本当にそれが一番得意になっているから見てみましょうでなし金庫は A が中心に店を出して B が中心に店を出すと。 だから B が中心に店を出した場合には A にとって中心に店を出すのが得だし A が中心に店を出したら B も中心に店を出すのが得ですよとお互いになっているでしょうかというのを確認,してます確認してみますね。まず B の中心に対しては A は本当に中心が得ですかと中心選べば5ですよとやや西に店出したら42車,車3 また東ゆや東は4で東端3ですんで5は一番確かに一番得ですよね。ですし A の中心に対しては B に最も得になるのは本当に中心になってますかと5になってますかと34543ですから5が一番でかいですよね。ということで両者中心を選ぶというのはナッシュ均衡になっています。 これね A が中心に出店する場合いつまで A の戦略の中心に対しては B は自分も中心に店を出すと一番客が集まりますよと B が中心に店を出した場合も A は自分も中心に出した時に一番客が集まりますよということでお互い中心を選んでる中心に店を出すというのはナッシュ金になってるよということでこの3つのゲームのナッシュ健康というのは確認できましたと。 でこれ実際にあれですねさっきこれが起こるだろうってやつがナッシュ均衡になってますよねでその関係はちょっとまた後でやりますけどもじゃあ逆にですねちょっと一旦ナッシュ均衡では,なではない方の戦略の組み考えてみますねナッシュ均衡ではないナッシュではない戦略の組というのはどういうことかっていうと少なくとも1人が 相手の手のに対しててベストでではないいい行動を取ってるととうことですよねお互い相手,の手相手の手に対してベストな行動を取り合っているのがナシ金庫なんだけどナシ金庫ではないってことは例えばね一人は相手の手に対してベストな行動をしてるかもしれないけどその行動に対してベストな手を取ってない人がいるかもしれないってことですよねで少なくともそういう人は一人はいると全員ベストな手を取り合ってたらナシ金庫なんだね とということで相手の戦略に対して自分の利得が最も高くならないような戦略を選んでいるプレイヤーがいるとまあそれ一人かもしれないし全員かもしれないしとゼロ人ではないってことねそういう人はじゃあそんな状況って世の中の戦略的状況で起こるでしょうかとまあたまたまそういうのは起こっちゃうかもしれないけれどもそのような戦略の組がプレイヤーたちに選ばれ続けられるとは限らない考えられませんよね というのもその状態から自分の戦略があれば得する人がいるわけですから例えばですね、えー、この囚人のジレ令を見てみようかこれ協力協力これナッシュ金行ではないですよね両方とも行動を変えたら利得上がりますよね自分だけ裏切ったら4に上げられますから3からだからこの状態がまあ維持されるっていうかまあワンショット 繰り返しやるっていうわけじゃなくてね一回だけなんだけど両者会って協力し合うということが、まあ、こう続くことは、まあ、安定的ではないんですね変えたら得になる人がいるわけですから一方でこの22見てみようこれもしも相手がそのまま裏切りでいくんだったら誰も変えようと思いませんよねならこれ安定的なんですねある意味でナッシュ均衡ではない状況では 相手の戦略に対して自分の利得が最も得になるような戦略を選んでいないと。そういう人がいるわけですよね。だからそのような組、まあ、つまり一つのセルのことね、利ようの。そこのところが、プレイヤーたちに選ばれ続けるとは考えられないんですね。だって変えたら得する人がいるわけですから。からずっと我慢し続けるわけないわけですね。そう考えると、このナシ均衡っていうのはお互いにベストな戦略を選び合っていると。 いう条件っていうのはその組み合わせ裏切り裏切りとかねそれが安定的で継続的にプレイされ続けるためにはまあ、それが満たされてなきゃおかしいわけですねだから最低限がそれを満たされてないとその結果安定的で継続的にプレイされるわけないよねとだから最低限の条件と言えるわけですよね結果が実現するための安定的継続的にね だからまあそ,うそれが絶対起こるとは言えないけれども、まあ、例えばね、ナッシュ均衡がいっぱいあるゲームとかもあるんですね、まあ、それ次回以降やってきますけれども、でまあ、どれかは起こるだろうと、逆にナッシュ均衡じゃないのは起こらないだろうと考えるんですね。だから、えー、最低限の条件とは言えるよと。ということで、ナッシュ均衡が何かと、まあ、なんでそれが大事かというのは分かりましたね。それを満たしてないような戦略の組み。 っていうのはみんな行動変えようと思うから、まあ、そんなの起こり続けるわけないよねと例えばね、えー、もう一度さっきのゲームで言えばだからこれなし健康じゃないのねこれ望ましいかもしれないけどもこの状態嬉しいよねこうなったら海水浴客はね近くにアイス屋さんがあるとでもこれなし健康で起こんないわけですねなぜならお互い真ん中に店移動しようとするんですよねなからこれが継続的に起こるとは考えられなくて まあそのうち店移動するんでしょうね、真ん中の方に。一方で、このナッシュ金庫のこの状態。これは二人とも自分の店移動しようと思わないよね。相手がそこにいる限り。だって移動したら客減っちゃうんだもんね。ならまあこれは安定的に起こると。継続的に続くと。考えることができるわけですね。で、またこの、これも同じね、あの選挙の場合もね。みんな同じような政策を 掲げて立候補するっていうのはもうどの選挙でも毎回毎回起こることだしテレビ局が同じような順序で同じようなニュースを放映するのも毎回毎回今日も明日も来年も起こることなんですね。ということでいきなりナチ均衡の話出ましたけどもちょっとこれまでに考えてきた結果と絡めていきましょう支配戦略金庫っていうのがやりましたよね。でそれは、えー、ゲームによってはそういう支配戦略金庫っていうのがあるわけですね。あのさっきのリッチゲームはないんだけれども こうやって、ね、相手が何を取ろうが得になる戦略があるケースですねこれの場合いわゆる普通の囚人の事例もね相手が協力しようが裏切ろうが俺は裏切るのが得ですよとそれがお互いになってるから裏切,り裏切りが起こるよって話しましたよねでこれなし均衡でしょうかといったらなし均衡でしたよねだからこう支配戦略があるような一個まあ特定できるよねこれが起こるよと断言できるようなゲームっていうのは 確かにこのなし均衡になってるんですねこれは同時になし均衡にもなっているとだからこういう試合戦略均衡っていうのは、まあ、お互い得になるように行動したらこれが起こるしまた合理的なプレイヤーたちに安全安定的継続的に選ばれ続けるんですねなし均衡ですからまたこれはちょっと主人のゲームと違うんだけどもこれ協力した方がいいよっていうゲームちょっとやりましたよね最後絶対に試合戦略均衡が悪くなるとは限らないよって話やりましたよね これの場合両者協力した方が得なんですねこうだからこれが起こるんだけどこれなし健康ですかね試合戦略で両方とも相手が何やろうが協力した方が得とまあ素晴らしい社会ですけどねこんなんなったらでこれ相手が協力したら B が協力したら A は裏切るより協力した方が得ですよねですし A が協力したら B は裏切るよりも協力した方が得なんで確かにこれもなし均衡になってるんですね。ということでこの試合戦略均衡があるようなゲームお互いに何があろうがこう片方の戦略が良くなるようなゲームでは、まあ、試合戦略均衡が起こるって言いましたよねそれぞれが一番得になる手を選ぶとでそれ実際になし均衡ちゃんとなってるんですね。 同じじゃないんだけどまあえー、ある場合には必ずなし金庫になってるんですよと。で、えー、今日やった、えー、リッチーゲームみたいに逐次、えー、消去で唯一残る結果があるとしましょう。でこれ逐字消去しててもね最後 A さんは戦略が3個残って B さんが戦略が3個残ってそのままもうそれ以上消せないってことになりうるんだけど、まあ、今回みたいにね最後に1個だけ残ったとしましょう。 支配される戦略をこう順々にこう消していって残る結果一つだけになったとしましょう。でそれは今回のえー、っとリッチゲームもそうだしね両者中心と公共財供給ゲームもう2・0がなし金庫で、えー、ごめんなさい、えー、残りましたよね。でそれ確かになし金庫になっているんですね確認しましたよね。ということでこうやって支配される戦略を逐次消去していって一個だけ残ったとしましょう A さんはこれ選ぶ CB さんはこれ選ぶと。 でそうしたらそれちゃんとなし健康になってますよという性質があります。ということで蓄自消去で残る唯一の結果、まあ、もしもそれがあるとしたらそれちゃんとなし健康になっているわけだから合理的なプレイヤーたちに安定的継続的に選ばれ続けるだろうと。ただこの中心中心がずっと続くよということね。ただ次回やるのはこうやって蓄自消去しても。 A さんは戦略3個残っちゃうし B さんも3個残っちゃうとそれ以上消せないよという場合じゃあ何が起こるかというとその A さん3個 B さん3個で 3×3 の9個の戦略の組み合ありますよね。いっぱい消したんだけど A さんの戦略ね戦略123と B さんの戦略123残っちゃいましたよとこれ以上消せないからどれが起こるか分かんないよという場合でもそのどれかはなし健康になるんですね。 まあ厳密に言うとどれかとは限らないでこの3つの戦略をある確率で組み合わせるとみたいな話も出てくるんだけど、まあ、ちょっとそれは応用の話なんで次回はまだやりませんが、まあ、とにかくその3つの残った戦略の組み合わせをお互い取るという戦略によってそれがなし均衡になるという話ですねそれを次回やります。ということで、えー、今日の話をまとめましょう。 で支配される戦略を繰り返し削除しますよと前半ね、えー、一番最初にあったの補足の話ね前回の支配される戦略を繰り返し消していって最終的に残る戦略っていうのは、えー、じゃあ何が残るかというとそれはどういう順番で消しても結局残るのは同じですよという話が前回の補足でしたで、えー、お互いにベストな戦略を取り合ってる時に相手の手に対して自分はベストな手を取ってるし 自分の手に対して相手はベストな手を取っているとそういう状況をナッシュ均衡と言いますよとでそれをそのナッシュ均衡じゃなかったら逆にある人は手を変えたら得するってことですよねならそれはですねすぐ結果変わるだろうと一方でナッシュ均衡であるようなその戦略の組っていうのはお互い相手の手に対してベストな手を取ってるわけですんで、まあ、少なくとも相手がね手を同じ手を取り続ける限りは自分は変えようと思わないんですね戦略は。 だからこの安定的で継続的に実現する結果はこのナシ金庫じゃなきゃおかしいよねというふうに扱うことができるわけですね。でこのナシ金庫というのと試合戦略とか試合戦略金庫とか地球資証庫で残る結果とかはちゃんとナシ金庫になってるんで、まあ、だからちゃんと、えー、安心してというか、まあ、ちゃんと起こるだろう結果であると言えるわけですね。 ということで、えー、今日の授業は以上です。